どうもこんにちは、プロボウラーの水ピーです。いつもありがとうございます。今日はね、ちょっと荒れたコンディション、もう一般のお客様投げたまんまのレーンです。でちょっとオイルがね、子供会とかなんでオイルがしましまになっちゃってるとは思うんですけども、まあ、オイルのね、あるとことないとこの見分け方みたいな動画を撮ってみたいかなと思います。よくね、皆さん投げておられて、オイル見えないんです、分かんないんですって方、結構よく話をね、僕のボウリングの生徒さんでも多数いらっしゃいますのでね、今日は、まあ、複数のボールを転がしてみて、まあ、転がった結果から推測するオイルのあるない曲がり方を検証してみたいと思いますのでね、最後までご視聴よろしくお願いいたします。それではご覧ください。どうぞ。はい、それでは行きましょう。まずね、ソリッドの非対称、今日非対称しか投げません、2種類しか投げませんけど、まずクルーズブラックナイトという強いソリッドのボールを軽く転がしてみますね。もうオイルが本当に手前からないんですよね。こうやって投げると、もうあそこから曲がってる。で、今ゆっくり投げたんで完全にロールアウトしちゃう状態。白いテープが PAP に貼ってあります。で、白いテープがくる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 回ってって、最後ね、もう縦に曲がって、右側で、最初左で回ってるテープが右の方で回ってると思うんですけど、これロールアウトです。完全にコアが起き上がってしまって、フッキングの力をなくした状態ですね。こうやって左で回ってるテープが、そう、まあ、左というか真ん中ぐらいかな、で回ってる状態がロールアウト。まあそこはやっぱりね、オイルがもうムラムラになってしましまで、手前で噛んで、最後なんか滑ってるのか曲がってるのかようわからんような状態になっちゃってたんで、まあそこはやっぱオイルないんだろうなっていう感じに僕も今思いました。で、まあポケットをこれから探っていくんですけど、まあ、今みたいなスピードで投げるわけじゃないので、軽く転がしてみましょうか。いきますよ。はい、8、9ぐらい通って、はい、ちょっとありそう、僕の中ではオイルありそうに今感じましたね。でも立ち上がり方的にはひょっとしたら立ち上がり方的にはないのかなっていう感じもせんでもない。まあ、ソリッドなんで花瓶に暴れるボールではないんですけど、もうちょい右側に投げてみましょうか。まあ、もちろんね、右に立つ分だけ被災の面ってやったらオイルがなくて早から曲がると思うんですけど、ここ投げたらね、やっぱり、はい、今のは手前でコアが立ち上がってます。あそこオイルないないというか薄い、ないとは言わない、なかったらもっと早から曲がってるんで薄いっていうふうに認識します。ですので今のとこからスタートしてたら、あそこはオイルないから曲がりすぎるから左寄ろうかな、どこまで寄ったらオイルあるのかなっていう感じを探るのがオイル読みなんですけど、次左へ寄る分だけね、オイルの多いとこ通るはずなんで、テープの転がり方が若干奥になると思います。はいはい、むちゃむちゃ奥になりました。多分この2球をさっきの真ん中行った1球と今の1球を比較乗せたいと思いますけどね、やっぱり立ち上がり方的にはテープが端から投げてる方が早く転がってると思います。もう一回右に寄りますね。オイルのないと思われるところをわざとポケット行かなくてもいいので投げたいと思います。ここはもう早くから、はい、立ち上がろうとするので使えない状況になります。まあ、ソリッドボールなんでキャッチが強いボールなんで余計なんですけど、で逆にね、じゃ真ん中の方へ寄りすぎた場合、はい、これね、もう10枚ぐらい左寄っちゃいましょう。
テープの見え方注目してください。ここまで入ってしまうと、もうほらずーっとずーっと回転起き上がらない。あのテープの見え方してるときはもうオイルの上を滑りっぱなしです、はい、摩擦力なしなんで、オイルが多くて摩擦力なしなんで、むちゃくちゃテープ一番最初の一歩投げした時に比べてはるかにテープの位置がそのままでしたよね。あれ空回りなんですよ。だから空回ってる分大盛りの起き上がりすらなかった。今真ん中投げたらね、こんなにオイルが見えるかな、ついてきました。こういうオイルたくさんなんですやっぱりね。ですので今のところ投げると、今この例にしてはオイルが多すぎてボール曲がらずにピンに当たっちゃうなみたいな感じになるんですけど、一方でね、パールの弱いカバーのフィジックスパーリッドブルーに変えちゃいます。これはねどう出るでしょうね。これ投げてないんで分かんないんですけど、まず最初みんなが最初曲がりすぎた端からいきたいと思いますが、あらパールならいっちゃいました。これ素材の差です。これが同じとこ投げてソリッド手前で曲がってブヨーンっていっちゃったのに、パールの球ならスッと行きましたよね。今行ってから先で曲がりましたよね。こっちの PAP はオレンジ色のテープが貼ってあります。これぐらいね同じ外投げても差が出るんですよ。で、まあ、ボールのチョイスとしてはパールだったら、じゃあさっきねいわゆるソリッドのブラッククルーズだったらポケットへ行ったアジャストのところから右向けてパールを投げてみましょう。これならば、はい、明らか滑りっぱなしですよね。ですので、あそこはまだオイルがあるというか、やっぱ一般営業でむちゃくちゃ奥にオイルが伸びちゃってるんで曲がってこないので、まあ、このボールを投げるなら外からいけるぐらいオイルがまだ残っているということで、皆さんのお持ちのボールによってねこんだけ変わってくると思うんで、どっちが正解とは言えないですけど、これならこっち、これならこっちっていうイメージになるんじゃないかなと思いますね。これなら端掘ってもねこんだけ、はい、滑ってますよね。まだ滑ってるぐらいだと思います。やっぱ一般の方しか今日投げてないので端にオイル残っちゃってるんですよね。みんな真ん中しか投げないから、だからデイリーで、まあ、ソリッドのボールを投げるほどはオイルないけど、パールの弱いやつやったらまだまだいけるよっていうぐらいのオイルの感触だと思います。ですのでこのボールの2つ今日は比較動画じゃないので、どこだけかどんだけ違いますよっていうのは言わないですけど、ソリッドの強い目のボールだったらオイルを感じないところでも、パールだったら感じるし、どっちが正解かというと僕はソリッドで8枚ぐらいから右向けてる方が正解だとは思います。この方がやっぱりピンアクションがね出そうなんですよね。ですので、まあ、ボールの選び方、オイルの読み方っていう意味からすると、今の2球投げて大体のオイル量は外はちょっとだけ残ってる、中はいっぱいあるっていう認識ができたので、先のテーピングの見え方とかボールの軌道でおそらく見てる方も納得いってるとは思うんですけど、今みたいにソリッドのボールでオイルを感じながら出してオイル薄いところに当てて曲がってきてくれる方がピンアクションには結果につながってると思いました。僕的にはもう一回いきます。こういう感じにした方が惜しいな、ポケットには安定するしピンアクションが出やすいかなと思ってます。であれが今みたいにずっと天ピンがタップが続くようであれば、中にそれ以上入るのは非常に難しいです。オイルオイルオイルでピンアクションもっと出なくなると思うので、
そういう時はパールのちょっと走るおとなしいボールで右に寄ってやって、さっきのオイルソリッドだったら薄くて感じて投げれないところをパールの球で押し込んであげる、こういう感じですね。いきますよ。こういう感じで投げてやるのも一つの戦法かな。まあ、まっすぐとかクロスが得意な人は今の方がいいと思います。あそこを間違えてもソリッドの強めの球で無理やり押し込むのはオイルに逆らってる、いわゆるねオイルと喧嘩っていう言葉があるんですけど、オイルのあるとこを無理やり投げるとか、オイルのないとこを無理やり押し込むっていうのはオイルと喧嘩っていう言葉をよく使うんですけど、まあ、オイル多い時のこと言うかな。オイル多い時に無理に投げることをオイルと喧嘩するって言うんですけど、そのいわゆる出来上がってるレーンに対して損いて投げることはやっぱり皆さんの実力をもってしてもったいないという思いがあります。ということでもう一度ずつね、オイルあるソリッドボールならオイル強い方ならこの辺、オイルないボールならこの辺っていうのを、お見せして終了したいと思います。これはもちろんボールの性能の差でもありますし、それを使いこなすための策でもある。いきます。こういう感じでね、あれちょっと奥甘いんですけど、ソリッドな分皮が強い分だけ天秤がなんとか絡んでくれたから、これはありかなという気がします。はいはい、ということで最後ファールの方のおとなしい方の球でもう一度しっかり押し込んでやってストライクが出たら今日は終わりたいと思います。うい、出すぎた。今のを見る限りこのボールは違いますね。やっぱりソリッドのボールで中目の方が安心ですね。あそこ抜けちゃうんならもう投げたらダメよ。今の外ミスが抜けちゃうようなコンディションやったら曲がらんボールで外は大きく外れです。はい、もう一回ラスト。こういう感じかな。はい、ギリギリですね。あれより外が使えないからもう怖い綱渡りになっちゃうので、僕ならソリッドのボールでちょっと中目を投げると思います。ボールの性能じゃなくてボールに対する戦法です。はい、ということでね、今日の内容納得いただけたかなと思う方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントお待ちしております。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。